今回シピエルデジタルにおててアーティストを持って参加することになりました。これはメッセージ不自由伝達ゲーのパーティーゲームです。このゲームは表現者お題のアート作品をお手手で表現します。それを見た鑑賞者は表現者がどのアート作品を表現したのかを当てます。皆さんはお手手でそのアートをさまざまな形で表現してどのアート作品を示しているのかを当ててもらうのがこのゲームです。当てた鑑賞者は点をもらいます。表現者は当てられた数だけ点がもらえますが、もし全員に当てられてしまったら0点です。このゲームにはアートカードとして愛知県美術館が所蔵する本物の美術品の写真が72枚入っています。シピールデジタルのヤコンブランドのブースで展示しておりますので、ぜひご覧ください。また11月に行われるゲームマーケット2020秋でもポルカゲームズで販売しております。よろしくお願いします。